こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Windows 10でキーボードだけで絵文字を入力する方法についてご紹介いたします。以前こちらの動画でタッチキーボードを使ってマウスで絵文字を入力する方法についてご紹介しているんですけれども、今回はキーボードだけで絵文字を入力する方法をご紹介してまいります。実はこのキーボードだけの操作にすると効率アップも図ることができるかと思いますので、実はこちらの方が絵文字の入力やりやすいかもしれません。では実際にその Windows 10でキーボードだけで絵文字入力をしてまいりましょう。ではまず簡単にメモ帳でご説明をしてまいります。ではメモ帳でおはようとかって入力をします。ここに例えばニコニコマークみたいな絵文字をつけたいとします。そうしましたらキーボードの Windows マーク、これと一緒に、ドットまたはひらがなのるとかカッコ閉じるとか丸とかが書いてあるこちらのキーですね。このキーを同時に押してください。ではちょっとやってみます。ここに絵文字を入力します。はい、そうするとこのように絵文字の一覧が表示されました。で、今ちょうどこの一番上のニコニコマークが選択された状態でこうピンク色になっているんですけれども、これじゃないものを使いたいときはこのカーソルキーですね、矢印キー、左右とか上下のカーソルキーを使ってこのように右に移動したり左に移動したり下に移動したり上に移動したりというふうに選択をすることができます。で、今回はこのニコニコマークを使いたいと思いますので、これでよろしければ選択 OK であればこの状態でキーボードのエンターを押します。はい、そうするとこのように、分かりましたでしょうか、ちょっと白黒にはなってしまってるんですけれどもニコニコマーク入力することができました。あとこちらの絵文字の一覧はバックスペースやデリート、こちらを押すことで消すことができます。あとはまたいつも通り文字を入力していけば OK です。でこちらの絵文字の入力なんですけれども、このようにメモ帳とかワードとかエクセルだけではなくていろいろなところで使うことができます。じゃあ例えば LINE で今流行りのドラマの AI ナナちゃん、私も LINE 登録したんですけれども、じゃあ例えばこの AI ナナちゃんに犯人教えてとかっていうふうに入力しました。ここに同じく絵文字入力していきます。こちらも LINE も同じです。 Windows キーと、ドットとかルのキーですね、これを同時に押すと同じように絵文字の一覧が開きます。で、このようにカーソルキーで選択をすることができるんですが、この下のところにカテゴリーが分かれております。今こちらの最近使用したものというのが開いているんですけれども、その他にもこのようにカテゴリーで絵文字が分かれております。このカテゴリーに選択したいという場合は、このキーボードのタブキーですね、こちらを押します。はい、そうすると選択が今こちらからここに移りました。でこのタブキーを押すと絵文字本体もしくはカテゴリーというふうに移動ができます。で今じゃあカテゴリーの欄に移動しましたので、この状態でカーソルキーを動かすと他のカテゴリーから選ぶことができるようになります。じゃあこのハートのカテゴリーですね、こちら記号のページを開いてみたいと思います。ハート選択したら同じくエンターを押します。そうするとこのように記号の一覧が表示されますので、こちらも同じです。ではタブキーを押して絵文字の一覧に戻ります。そして同じくカーソルキーで、じゃあこの汗が飛んでるようなマーク、こちらをつけてみましょう。エンターを押します。そうするとこのように犯人教えて汗という絵文字をつけることができました。でもちろんワードプレスのようなこういったブログサービスなんかでも使うことができます。同じく今じゃこれテスト中というふうになっているんですけれども、ここで Windows キーと.ruのキーを押します。そうするとこの絵文字の一覧が開きますので、じゃあ同じくタブを押してカテゴリーを選択します。じゃあ今度はこの食べ物と植物というカテゴリーにしてみましょうかね。エンターを押します。そうするとこのように食べるものとかお花とかの絵文字が出てまいりました。ではタブを押して絵文字の選択にして、じゃあ例えば、ずっと下に行って、ではこちらの桜のマークにしてみましょうかね。こんな風に絵文字を入力することができました。で、連続してエンターを押すとこのように続けて同じ絵文字を入力することができるようになっております。このようにWindows 10キーボードだけで絵文字の入力ができるようになっております。マウスを使うと手があっち行ったりこっち行ったりするので、少し作業に手間取ったりするんですけれども、このキーボードだけで行うと文字を入力しながら行いますので、非常に作業の効率化を図ることができるかと思います。ちゃちゃっと絵文字が入力できるようになります。よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。